最高で最悪だ我ら大江戸タイム。さあ続いてまいりましょう。夏すみれ整形手術で顔面をいじった件、はい、これはちょっとでもこの間なんかツイッターでなんかすごくいろいろあそうです ね、ただこのね整形手術と言われたらちょっとだいぶスケール小さい話になっちゃうんですけど、あ待って答え言う前にちょっとみんなで当てないでしょ。あ全身全身ないです。顔です。顔はい、はい、あ待って顔顔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 顔絵ですか。絵で描く絵で描こうよ。どこら辺やったか。あれあ顔のパーツでってことですよね。だから絵なんですよね、うん、はいそれで出しちゃえばいいですか。はい、はい、行きましょう。出しちゃった方がいいです、はい、鼻はやったのかな、うん、鼻どんな感じ。なんか鼻になんかプロテーゼとか、うん、シリコンとか打ったのかな。なるほどね。結構かかりやね。大掛かりだよね。今の席だと自然にできちゃうんだよね。今できちゃう。なんかそれでやられてたらやられるほどどんどん私の正解しょぼくなってえ、これにも書いてっていい。うんうん、あ、つけたつスタイル。つけたつスタイル。どうぞ。あ、そう。レシピとか。レシピとかです。いやいやいや。うん。これちょっと、あー、まあ、そろそろ気になってくるところです。はい、ね、なつさん、去年の誕生日にすごい気になってたここのシワを取った。あー、惜しいね。確かに惜しい。プレゼントしたシワ、ね、シワ消すやつね。はい、俺の会からここのシワ消し、これに関して先に言っていいですか。あの去年の誕生日に上田の皆さんからそのシワに効く美容液をプレゼントいただいて、本当に毎日朝晩塗ってたんですけど、どうにも改善しなくて、でこれ先にこれはちょっと言っちゃいますけど、次このおでこのシワにボトックス打ちに行きます。あそこは言っていいすこれはもう言う言う。あのまだ打ってないんだけど、でここじゃないんです、ここなのよ、うん、ここが気になる。ここのシワがとにかくもう治んなくって、ちょっとね、時期うつつだよ。結構アップ、結構アップ目で、結構アップ目でいいと思う。やめなよ。しかも特にこう化粧でね、これ時間が経ってくるとここのシワが、本当にもうだ、ここはもう笑ってる。おめえの10年後こうなんだからな。おい10年後これなの、10年後の姿がこれだから。すごい、いい病院教えてるよ、いいクリニック。ここにちょっとボトックスをね、うちに行こうとは思ってます。今まだ打ってませんで、ちょっと惜しい。惜しい。そう、あー惜しいんだ。惜しい。はい、私は眉毛、眉毛、眉毛がアートメイク。あ、そう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 、眉毛にもあの なんていうの、もう描かなくても、あ、それもねしたいんですよ。あ、それもしたいんですよ。欲しいですね。違うんだ。時期にやります、はい、なかなか当たらない、なかなか当たらない、ね、夏子いじる方が多いね。でもアートメイクとかね、整形かって言ったらまだ違いますからね。でボトックスとかは別にね、ほんと注射パッて打つだけですから。海外の選手はアートメイクや、あのなんかもうすごい厳しいらしいんだよね、やっぱり。あの外に出るときとか人前に出るときとかも絶対化粧しないといけない、練習とかでもっていうのがあって、もう描くのが面倒だからみんなやってるっていうのは聞いたことある。今眉毛だけで20分弱かかるんですよ。すごい。多分自分が朝起きて外に出るまでの時間です。それがベースメイクやって眉毛まででもうすでに40分ぐらい。ええー、もうだからこの眉毛さえなくなれば
もっと楽になるんですよね、化粧が。当てに行っていいですか？どうぞ。当てに行きますよ、私。じゃん。逆さまつげ。逆さまつげ。あー、なるほど、なるほど。完成しがいが高い。これはね、全然違うかな。違うか、惜しいな。そうね。あのもうちょっとそろそろ辛いんでもう言ってる。あの正解は顔のほくろを取った。このあたり出されたらしょぼいでしょ。なんでほくろ取ったってなっとる。ドッキャー。取ったぐらいで騒がってないよ。さあの鼻に2か所ほくろがありまして、それをつい先日あのレーザーで。へー、はい、焼いて今もちょっと穴、あいつちょっと塞がったかな。術後すぐはアップアップ穴がね、いつでも塞がってる。何の映像なんだ、何の番組。そう、でも最初は穴が開いてたんですよ、レーザーでここ。へー、すごい、怖い、痛い、痛いですか？あ、でもね、麻酔を打つので麻酔が痛いだけで、掘らせてる時はもう焦げてるんですよ、皮膚が。言うたら袋を焦げ焦がして取るので、あ、焦げてるなーって匂いがここら辺からするぐらいで、別に、ただその私ほくろ取ったその日のうちからまあお酒飲みに行ってたんですよ。それやっぱその血液の循環が良くなるからか、お酒飲んで2時間ぐらいだったらここからずっと血流れて泣いてたんだ。面白い。血出てます。あー、もう気にしないでください。気にしちゃう。それはスポッチャまで行きましたから。いいオチだった。いいオチだった。しっかりした人出てきますね、ちゃんと。素晴らしい。ね、またぜひ私の顔が変わっていく姿をお届けしたいなと思います。